も、実家は落ち着きますねー。で、今日は何するの？今回、あのドラクエシリーズ屈指のラスボス、3のゾーマ。しかも、光の弾を使わない闇ゾーマに、パーキ平均レベル 8.5 の史上最低レベル撃破に挑みます。は、8.5？ そう、8.5 よ。割り算間違えてんじゃないの？全部足して人数で割るんですよ。あんたじゃないんだから。今回、4人のパーキ平均レベル 8.5 の極限状態で、闇ゾーマ撃破に挑む企画です。実家で寝てていい？YouTube などで調べた限り、これまでの最低平均レベルは 8.75 みたいなのでそれを破ろうかと。ゾーマとは、ドラクエ1の舞台アレフガルドを、永遠に朝が来ない闇の世界に追い込んで完全征服。その後、上の世界進行の先駆けとして、バラモスをはじめとする配下を送り込んだドラクエ3のラスボス。できる男です。精霊ルビスを石化させたり、ラダトームの秘宝である王者の剣を3年を費やして破壊など、自分にとっての脅威をすべて排除する徹底っぷり。意外と心配性なんすかね。征服されたラダトームの住人曰く、絶望をすすり、憎しみを喰らい、悲しみの涙で喉を潤すのがゾーマのよう。あれ？人の不幸を喜ぶただの陰キャじゃね？そんなラスボス、ゾーマですが、本来光の玉というアイテムを使って弱体化させてから戦うのが基本。その際の適正レベルは30後半くらいです。で、そのやり込み要素として弱体化させずにゾーマと戦う、通称闇ゾーマと言われる状態で倒すというものがあります。それを可能とするパーティの適正レベルは50という高さ。ちなみに闇ゾーマ自体のレベルは63です。今回レベル63の闇ゾーマを、平均レベル 8.5 という低さで倒すというのが今企画。そして条件は以上の通り。まず転職はなしです。これがあると何度も転職してレベル1でも強くなれます。続いて種でのドーピングは、冒険内で取れるだけの数、とします。いつもの種ドーピングをやってしまうと、敵から無制限に取れてレベル1でステータスマックスとかできるので、今回に関しては夢がありません。なので冒険内で取れるだけの数としています。1回の冒険で取れる数は以上の通りです。あと種以外でできるスゴロク城のような無制限に能力を強化できる行為も禁止です。つまり自然な冒険内の素のキャラクターの力で、平均レベル 8.5 で倒すという企画です。本当に 8.5 でやれるの？想像つかないんだけど。できる保証は全くありません。安定の見切り発車です。今回は前編、そして次回後編の2回でやる予定。それでは気合い入れますよ。まずは闇ゾーマの凄まじさについて掘り下げましょう。ステータスは以上の通り。サイトによって若干違いがありますが、HP は4500、MP は無限。そして脅威となるのがその攻撃力。500というのはドラクエ8で竜神王が登場するまで、16年間全モンスター中トップだったみたい。マジか。そしてゲマ、キングレオと同じく毎ターン自然回復があります。その値はサイトによって若干違いますが、100くらいなのは間違いないみたい。そして攻撃は完全ローテーション。ここにレベル 8.5 撃破を可能にする穴があります。ただ戦術はまた次回の後編でご説明したいです。今やっても忘れちゃうしね。そして耐性ははぐれメタルバリの完璧さ。隙がありません。ただドラゴラムの攻撃は多少効きます。ここで闇ゾーマとゾーマでどのくらい違いがあるのか見てみましょう。上が普通のゾーマで下が闇ゾーマです。大きな違いは攻撃力が360と500、素早さが80と255、闇ゾーマが攻撃力と素早さで圧倒的に高いのがわかります。闇ゾーマさんめっちゃ足速いんすね。運動会で一番取れますよ。そして闇ゾーマには毎ターン自然回復能力が、続いては耐性面です。闇ゾーマの時は完全耐性ですが、ただのゾーマになった途端ガバガバに。闇ゾーマ時はドラゴラム耐性 50% あるみたいですね。まあこんな感じに闇ゾーマの方が圧倒的に強いんです。で、この闇ゾーマを相手にする場合、攻撃手段がかなり限られます。呪文系はもちろん論外、全く効きません。そしてドラゴラムも有効とは言えません。有効なのはこの二つ、攻撃はバイキルトを使えばなんとか役に立つレベル。メインダメージは、一般的にこの闇ゾーマ低レベル撃破の鍵となるのが刃の鎧。闇ゾーマ最低レベル撃破界隈では有名です。この刃の鎧での反射で主にダメージを与えます。詳しくはまた後編の内容です。で、肝心なメンバーですが、これは装備できる防具から選びます。ダメージを与える刃の鎧が装備できるのは必須。そして闇ゾーマの主な攻撃が凍える吹雪とマヒャドであることを考慮すると、必要な耐性は吹雪、ヒャド系。これらに耐性がある最強クラスの防具は以上の通り。鎧は勇者専用の光の鎧、そして女性用の光のドレス、盾はドラゴンシールド、勇者用の勇者の盾です。これらの防具からメンバーを選ぶとこんな感じになります。レベルもこんな感じに 8.5 に抑えます。めっちゃ画期的でしょ？いやこれ他の人のレベル 8.75 の記録のやり方参考にしてるよね。てかまんまじゃん。だってめっちゃ考えたんだけど多分このやり方でないと記録短縮できないもん。この戦法めっちゃ考えられてるからね。やってみるとわかるんだけどこれは後々説明します。今回せっかくなので勇者はドレスでなく光の鎧にします。専用防具使いたいし、ちょっとドレスの方が守備高いですが気にしなくて大丈夫です。SFC 版ドラクエ3の耐性は蒸気のように掛け算で上乗せされます。勇者は必須、理由は吹雪、ヒャド系の耐性が最も高いから。で、魔法使いを入れる理由は、
一つはバイキルト、これがないと話になりません。これは後編の内容です。もう一つはレベルが上がりすぎて平均レベルを 8.5 に抑えることができなくなるからです。実はゾウマの直前に蒸気の3体と必ず戦闘になります。一度城を出ても再度、です。これは避けようがありません。ここで必ず一人の場合は4万の経験値が入ります。この4万の経験値のレベルアップも含めて、平均レベルを 8.5 に抑える必要があるのです。実は一度、勇者と戦士3人で挑んだのですが、戦士1人に4万、2人で分けて2万ずつ、4人で分けて1万ずつにしても、ゾウマに勝てる可能性のある範囲では平均は 8.5 を超えてしまうのです。ちなみに今回は転職禁止なので賢者は使えません。戦闘中に役立つメンツで唯一1人4万入っても平均 8.5 で抑えられるのは彼女だけなのです。たった 0.25 ですが、この 8.75 から 8.5 に縮めるのはほんと不可能レベル。ゾウマ直前のバラモスゾンビラ3連戦でレベル21にして、バイキルトを覚えさせゾウマに挑みます。ちなみに回復手段は賢者の石の実、ベホマなどは当然レベル的に覚えられません。賢者の杖などもありますが、単体回復だと間に合いません。一旦説明はこの辺にして一人目育成に入りますよ。で、まずは一人目の戦士の育成。先ほどの表の通り、一人目の戦士はレベル2まで上げる必要があります。2? たったの 2? なんだ、今回の育成編ってほんの10分くらいで終わるじゃないですか。楽勝ですね。しかしこの後すぐ彼女は後悔する。まずは登録所で女戦士さんを紹介してもらいましょう。レベル2の戦士は賢者の石を使った回復薬に専念したいので、必要なのは HP、つまり体力が高くないとダメです。なんで回復薬なのに HP いるのよ。先ほどのゾウマの攻撃は完全ローテーションですが、この中で最も危険なのはこれ。どれよ?ちっちゃくて見えないんすけど。ごめん。この2連続吹雪が最も死ぬ可能性が高く、耐性が崩れやすいポイント。大体戦士の光のドレスとドラゴンシールドの軽減2分の1だと49から69ダメージ。これが2発だから最大138ダメージ。レベル2の時点でこれ以上 HP ないと落ちます。え、レベル2の時点で139以上っていけるもんなの?いけるわけないでしょ?は、じゃあどうすんのよ。なるべく139以上に近づけるしかありません。レベル2までだから贅沢言えないんです。でもそれじゃあ運悪かったら即死しちゃうでしょ?そうよ。だから今回の企画はめっちゃ運に左右されます。お、一人目完成ですね。ナナリーさん、体力は9で HP は18、レベル1だと十分じゃないですか?いや、まだです。は、まだ開始7分台ですよ。これ多くの人知ってますが、毎回キャラ作ってステータス表示されるたびに、ステータス毎回違うんですよ。そうなの?そう、だからこれ何百回も繰り返しまくって最も体力が高い戦士を引き当てるまで粘りますよ。は、こっから厳選すんの?そう、ちなみに体力の約2倍が HP になります。てか思ったんだけど何回も繰り返すならもっと簡単な名前にしたら?ナナリーって打ち込むの大変でしょ。女の子の名前ですよ。ちゃんとつけてあげないとかわいそうでしょ。だいたい戦士の紹介で引く最大体力は13前後くらいです。なのでそれ以上を引くまで繰り返しています。現在156回目の紹介。どんだけ紹介してもらってんのよ。迷惑でしょ。冷やかしにも程があるわ。もうこの紹介所で入り好みするめんどくさい客って思われてるでしょうね。ブラックリスト入りですよ。ちょっと待って、157回目にしてついに体力13来ましたよ。いや、やっとですね。これであとは5回種使って終わりです。いや、まだです。は、また?今日もう2回目よ。ご存知の方もいるかと思いますが、この登録所ではこうやって紹介してもらうと、最後に5回種を使うことができます。しかし64分の1の確率でこれが6回に増えるのです。ちょっと待って、ってことは体力13以上を引いてなおかつ64分の1を当てて6回種使うの?そうよ。悪魔か。それでは先ほどの続き、果たして種使用回数は。5回。やり直し。11ではダメですか?ダーメ。やっと10に引きました。これで勘弁してください。まあ12ならギリギリ許容範囲ですね。では早速。5。やり直し。10、13引きましたよ。どれどれ。やり直し。ひぃ。ついに64分の1の6回が来ましたよ。いや、やっと終われる。しかも体力は13。最高の状態ですね。いや、まだです。いい加減にしろや。もう3回目よ。体力上げて HP を139以上に近づける必要があるから、使うのは6回すべてスタミナの種。で、スタミナの種は上がり幅1から3なので、せめて33333にくらいは欲しい。何言ってるのかわからないんすけど。つまりほぼ全部上がり幅3を引き当てたいってこと。ミスっていいのは1回くらい。しかも2で。1回病院行ってこい。では早速。2、2、2、1、1、3、話になりませんね。やり直し。できるわけねえだろ。今度こそ。2、2、3、3、3、1。いや、これどんだけ確率低いと思ってんの?あまりに長すぎるので飛ばしますが、陽ムーンが奇跡を起こす。体力はこれまでの最高14。陽ムーンなめんなよ、やったるわー。え、今のところ全部3よ。すげえ。1536回目にしてとうとう成し遂げました。中学の時の成績も全部3でした。
そして冒険内で取れるスタミナの種は6つなので全てこの戦士に使います。言うまでもなく3が出ないとリセットして使い直しです。そして、6つを3が出るまで使い切りステータスは以上の通り、極限まで体力厳選したレベル1の戦士です。ここまでやらないと闇ゾーマには太刀打ちできません。ここからレベルを1上げますが、ここで重要になってくるのが、各キャラの基礎上昇値と性格による成長補正です。なんすかその難しそうなワードは。これちゃんと説明してたら説明だけでこの動画終わっちゃうので、簡単に言うと各職業ごとに成長の基礎値が決まっているのと、各性格ごとに成長の補正が決まっているので、それを掛け合わせて厳選して貴重なレベルを1上げましょうって話です。今回は1しか上げないから基礎上昇値は関係ないですが、性格補正は重要なので最も体力の上がるタフガイにして1上げます。ご興味あれば調べてみてください。ちなみにタフガイの補正は以上の通り、体力の基礎値の 1.4 倍成長は全性格中1番です。全くわからん。まずはセーブを。近場でセーブするのに嫌な予感しかしないんだけど。レベル2に上げるだけなのでアリア半周辺で十分です。人生で最も長いレベル2でした。長かった。でもまだこれ一人目という現実。いや、まだです。一人目という現実。っていうか何を言ってるの？ここからステータスの厳選をしまくるんですよ。いや今 HP73 も上がって終わったじゃない。73って最大値なの？そんなわけないでしょ？何度もリセマラ繰り返して最大上昇値がいくつなのか確かめますよ。これから先本当に最大値だけを引きまくって最高の HP にしないと本当に記録破れないよ。なので、ここから体力、HP の最大値を引くまでリセットを繰り返します。これだけこだわりを持ってレベル2に上げたことはかつてあったでしょうか。そして46回目のレベル2。今度はどうだ？73は明らかに最大値ではないでしょう。リセットです。ちなみにリセットはちゃんと大臣のところでした方がいいです。我々はそういう工夫をして万が一を防いでいます。ちなみにヒスターのところでは終了できません。HP74、リセットですね。力は4上がっても回復薬なので関係ないです。これヒスターのところでセーブしても大臣のところに召喚されるから面倒なんすよ。今度こそ。72、大体最大の上がり幅はこの体力だと77くらいです。ちなみに能力が上がる計算は以上の通り。乱数の部分は運なのでここで255近くを引かないと大きな能力アップは引けないのです。442回目も失敗、77なんて本当に出るんすか ?75 は惜しい。そして、643回目にしてやっと引き当てました。これでこのナナリーさんはこの縛りで最高の HP を持ったことになります。こんな感じのステータス。一人目の仕上げに冒険内で取れる命の木の実16個のうち、3つをナナリーさんに使用します。そして使い終わってステータスは以上の通り、最終的な HP は119、139以上欲しいことを考えるとちょっと不安ですがこれが全開なので仕方ありません。やっと一人目の完成。こんなに長いレベル2をかつて見たことがあるでしょうか？二人目は勇者なのですが、皆さん、今年の2月我々が新竜最短撃破を暗躍した時、何気にちらっと勇者レベル1が登場したのを覚えているでしょうか？彼女は実はこの闇ゾーマ討伐を見据えて準備していたのです。後付けじゃないの？これを見ればわかりますよ。あれこれって、今のデータを作る時の映像？そう、で、勇者もレベル2で抑えるのですが、この際非常に重要になってくるのは、この最初の精霊の試練の結果で決まる性格、質問のイベントの種類は以上の通り、勇者も回復薬になってもらうので重要なのは先ほどと同様に体力、HP、この中でタフガイになれるのは2の岩運び、まずはこれを目指していきますよ。ここで決まる性格によって、勇者の初期ステータスが決まるのです。そして岩運びの試練にやってきました。ここで老人に運んだ岩の数で性格が決まります。目的のタフガイは上記の通り40個。どんだけ運ばすのあのじいさん。こんなシーンは飛ばしますね。で、40個渡したので終了です。そりゃタフガイにもなるわ。そしてイベントが終了して、ここからが本番。何が起こんのよ。性格はタフガイ。で、この時点でステータスってまちまちなんですよ。まさか。女勇者の場合、体力の最高は19です。これを引くまで何度も繰り返します。なんかどっかで頭打ったんじゃない。ほんと一回病院行ってきたら？本当は男だと体力20まで引けるんですが、まあ男なんて使う気になれないですよね。散々厳選したくせに性別は緩いのね。男勇者なんて誰が見たいのよ。もう57回も、これまで運んだ岩の数は2280個。しかもなかなか19出てくれない。なんて運の悪い。現在63回目に到達。やっと体力19が来てくれましたね。ちょっと運が悪かったね。で、これが今のデータに繋がるわけです。言うまでもないかもですが、ストーリー中勇者は外せないのでずっと勘オケでした。そしてようやく勇者ちゃんが日の目を見ることになるのです。てか死んだままじゃないですか。死体安置所じゃないんですよ。実家も目の前なのに帰省もできないじゃないですか。我々と関わるキャラに自由なんてありません。戦士と同じようにセーブをしてアリア半周辺でレベル2にします。勇者もレベルは2までしか上げれません。HP10 上がりました。これってどうなの？
勇者はこの体力を厳選した状態だと10を上がるはず、それが出るまで繰り返しますよ。これもまた厳選地獄なんですね。レベル1しか上げられない一人目戦士と勇者は、特にこの1レベルが本当に鍵となるのでここで厳選しまくらないとダメです。てかこれやってみるとわかりますが、HP15 って本当に出ないんですよ。もうすでに500回近く。これほんと何百回目で出たら結構いい方みたい。HP7、やり直し。HP13、もう一声。14、あと一歩。来たー。687回目にしてついに HP15 を引き当てました。能力はこんな感じ、パッと見全然っぽいですが、ここから残りの種を使用します。今残っている命の木の実は全部で13個、これを全部勇者に使いましょう。先ほどの戦士と分けていますが、冒険で16個しか取れないのでこの配分が難しい。ただ勇者に全部使っても HP118 にしかならず、鍵となるゾーマの吹雪は勇者の防具の耐性で最高61ダメージ。2連続ターンで最高122ダメージ、これを考えると118くらいは欲しい。だから戦士3つ、勇者13個で試してみます。命の木の実13個を出るまでリセマラした結果がこれ。レベル2で最高の HP を持った勇者の完成です。3人目の戦士が今企画の要です。そうなの？この戦士は攻撃役でレベル9まで育てます。ここで平均レベル 8.5 の記録を樹立しようかと。ここでステータスを厳選しまくって、レベル10にしなくてもいいようにするんですよ。本来ならここでレベル10にしないとダメですが、なのでここが正念場です。厳選するステは力と体力、これが最高の人を紹介してくれるまで粘りますよ。ほんと紹介所の人からしたらいい迷惑ですよね。力と体力の合計が21以上は欲しい。なのでもう一声。お、これなんて合計22ですよ。いいんじゃないですか。そうですね、言うまでもなく試しようが6回になるまで終わりません。ひぃ、5、5回。せっかくですがご縁がなかったようで。やっと6回来た。ちなみに種の配分は力2つ、体力4つにします。正直力は何とでもなるし、HP はほんと吹雪に耐えないと話にならないです。では行きます。まず3。お、次も3。また3、これいけんじゃね？そんなに甘くありませんでしたね。そうですね。そして1228回目の紹介、力と体力は9と13とかなり？どんなもんよ、6回全部3引き当ててやったわ。妖文の隠れた才能が開花してます。すべてにおいて3を出す能力者。これからまた戦士をレベル9まで厳選しまくって鍛え上げますが、ここで先ほどの基礎上昇値を確認。体力がレベル9に上がるときに2から 5.5 になってるのがわかるでしょ？確かに。簡単に言うとこのときに一気に HP が増えるんです。で、この戦士は攻撃役なので力もかなり重要。だから初めの数レベルは最も力の上がる豪傑にしておいて、そこからレベル9までタフガイにして一気に HP を上げる作戦で、もし能力の上がりのシステムにご興味ある方は調べてみてください。それでは豪傑の腕輪つけてレベル上げますよ。レベル上げは厳選しまくりですが、もう3回目なのでダイジェストでいきますね。459回目で HP30、力6を引きました。レベル3では HP6、力も6、これが限界レベルでしょう。ちなみに能力が上がる際、実は小数点まであって、その小数点分もちゃんと計算されているみたいですよ。だから状況によっては小数点の関係でここまでしか上がらない、ということもあるみたい。豪傑なので先ほどから力と HP を厳選してどんどん上げていっています。そしてレベル5からはタフガイに戻して体力強化です。力と体力が5ずつ上がったので採用。そして最後レベル9では基礎上昇値 5.5 で、一気に HP を上げたいので厳選。見事に HP28、力6を引き当てました。仕上げとして、冒険内で取れる力の種22個を全部使います。もちろん3が出るまで厳選して使い切りますよ。そして使い切り能力が完成です。吹雪に連続が最大138ダメージと考えると、100% ではないですがなかなかといったところか。ぶっちゃけ厳選しまくったからレベル9で力、HP131 まで行きました。普通にやってもここまで上がりませんのでご注意ください。最後の魔法使いを紹介してもらいましょう。今回厳選するポイントは HP に関係する体力と、MP に関係する賢さです。心なしか受付のおじさんめっちゃ顔嫌がってないですか？気のせいではないでしょう。うざがられてますね。せっかく紹介した人を2000回以上襟好みしてきたからしょうがないです。敵員にならないだけまだマシです。魔法使いは賢さと体力合計16くらいになるのが最高っぽいです。それでは早速種が6回出るかどうか。やり直し。964回目の紹介。うっしゃ任せろや。これで決めてよ。あ、に来た。いや、まだまだ3引くでええ。最後も3、どうよ。妖文の根性の賜物ですね。まあ1回に来ましたがこれなら大丈夫でしょう。魔法使いはレベル21まで上げられるので、そこまでシビアにしなくても大丈夫なはず。じゃあここで簡単に魔法使いの育成をご説明。まず魔法使いはレベル12まで厳選して育成します。理由は最後のゾーマ戦前の3連戦で彼女だけに経験値を入れるためです。あの3匹の経験値は合計4万、これを含めて平均レベル 8.5 に抑えようと思うと、今日の通りレベル12がギリギリのラインとなります。
彼女の基礎上昇値は以上の通り、レベル11から一気に2倍体力が伸びるのがわかります。なのでレベル10まではヘビメタリングをつけて、性格を一匹狼に、レベル10を超えてからはタフガイにして最後 HP を伸ばそうかと。ちなみに一匹狼の性格補正は以上の通り、体力と賢さがかなり上がりやすいです。では早速行きましょう。何度も厳選しまくった挙句、これにしました。ここは最初なので稼ぎたいところ。レベル3ではだいたいこれくらいが最高のよう。そしてレベル4。結構粘ってて気づくのですが、上昇するステータスとかの値って決まったパターンがある。どういうこと？何度も繰り返してやってると、全く同じパターンのステータスに何度も出くわすのよ。なるほど、そっからいいパターンを厳選してるのね。そして厳選最後のレベル12は234回目で終了。能力はこんな感じ。で、ここで先に冒険内で取れる賢さの種8個を全部使います。素早さの種は全部で11個。これは全部使う必要はないので9個使っておきます。不思議な木の実は？不思議な木の実も取れる9つを最後使いますが、それはゾウマ前3連戦後のレベル21になってからです。理由はレベル21での最終的な MP がかなり低くなるからです。逆に賢さの種は今使わないとダメです。レベルを上げて MP を引き上げないといけないからです。逆に MP だけ上げると賢さが追いつくまで MP が上がりません。MP は賢さの約2倍だからです。そして賢さ、素早さの種を使って、能力はこんな感じに完成しました。レベル13からレベル21まではもう厳選できないので、レベル12までをかなり厳選しています。それでは4人揃ったところで最後の準備に入りますよ。闇ゾウマ戦で必須と言えるのが世界樹の葉、これがないと話になりません。復活の杖もありますが、ザオラルの効果で成功率 50% の HP 半分、とても使い物になりません。なので持てる数で個数は制限されますが、世界樹の葉で確実に生き返らせる必要があります。ちなみに世界樹の葉はザオリクと同じです。世界樹の葉を落とすモンスターはたくさんいますが、その中で一番確率の高い64分の1で落とす方法を狙います。約10時間ほどで99個集めることに成功です。最後は最終的な装備を再度ご紹介します。装備は上記の通り。必要なのは光のドレス、ドラゴンシールド、光の鎧、勇者の盾、破壊の鉄球、魔人の斧、豪傑の腕は。戦士はドレスとドラゴンシールドをつけて吹雪系を2分の1、ヤド系を3分の2。勇者は光の鎧、勇者の盾をつけて吹雪系を9分の4、ヤド系を3分の2に。魔法使いはできるだけ世界樹の葉を持たせたいので光のドレスで吹雪、ヤド系を3分の2にします。最終的な持ち物です。装備以外は回復薬には賢者の石、戦士、勇者には刃の鎧、あとは全部葉っぱです。これでこの企画を制圧しに行きます。ついでに能力も、史上最強レベルに厳選しまくったレベル2、そして攻撃の要レベル9、そして成長期のレベル12です。これ本当に大丈夫なの？不安しかないにゃが。ついにゾウマ城へ潜入です。途中の敵はどうすんの？倒したらレベル上がっちゃうから全逃げですよ。そしてついに目の前に現れるゾウマ氏、スリッパを履いているともっぱらの噂。トイレ行ってたら突然勇者来たから急いで出迎えてくれたんですよ。ちょっとこっち来るとき歩き方変でしょ？急いでたからどっかに足ぶつけて引きずってるんですよ。まず一戦目はキングヒドラ。ステータスは以上の通り。ぶっちゃけ通常攻撃食らったらほぼ一発で死にます。は、じゃあどうやって勝つのよ。もう普通に攻撃薬のなでしこで叩きまくって、回復薬のナナリーとエミクスは賢者の石。魔法使いのユノッチには遊んでてもらいます。なでしこの攻撃が100くらい効くのでだいたい16ターンあれば倒せます。でもここで難しいのが、最後ユノッチ一人で倒して経験値を全部取らないとダメ、なところ。だからギリギリまでみんなで攻撃して HP 減らしておいて、みんなを殺してユノッチ一人でとどめささないとダメ。でもキングヒドラの攻撃にユノッチ耐えられないでしょ？そう、だから必ずあと一発で倒せるまで追い込んでユノッチに任せないといけないの。こんな感じに簡単にみんな死んじゃうので、世界中の派でどんどん生き返らせないとダメ。なので余分にいっぱい葉っぱを持ってきました。まあキングヒドラはそんな強敵でもないので、今のこの流れを保ってさえいれば倒せます。あれから数分が経ちました。今ちょうどキングヒドラの HP をあと一歩まで削り切ったところです。なのでなでしこさんには無意味に破壊の鉄球を使ってもらっています。ここでなでしこさんが死んでくれました。運よく火炎を吐いてくれています。てかこれもし攻撃だったら死んでましたね。やっと仕留めました。一人で倒すのは結構大変なんですよ。ここはもう厳選なんてできないのでそのまま上げていきます。それにしてもどんどん HP 上がっていきますね。そしてレベル16まで到達。とりあえずこんなものでしょう。みんなをしっかりと世界樹の葉で生き返らせて、続いてはバラモスブロス戦士との対戦。バラモスブロスのステータスは以上の通り。この行動回数がたまに3回になるのが危ない。このパーティだと3回攻撃が来るとほぼ全滅してしまいます。じゃあ3回行動されないように祈るしかないってこと？そういうこと。ただ HP が1100と低いですが、守備力が300とバカみたいに高いので、結局時間がかかります。
なでしこの攻撃でも1回100いかないくらいですね。ただ3回攻撃が来ない限り、賢者の石2つで余裕で回復は間に合うのでその点は安心かと。激しい炎も本来なら100近く効く強力な技ですが、みんな闇ゾーマ対策でブレス系耐性上げまくってるので、40くらいしか効かないのが非常にいいですね。本来こんな低レベルの雑魚パーティでこのラスボス周辺の敵に勝てるわけないですからね。このヨナズンも光のドレスなどの呪文耐性のおかげでかなり軽減されています。あれから数分が経過しています。もうすでにバラモスブロスの HP をだいぶ削っています。あとはみんなにうまく死んでもらってとどめを刺さないと。バラモスブロスさん気合入ってますね。イオナズン2連発ですよ。あれ、3連発これやばくないっすか？一気に形勢が不利に、ここで仕留めないとやられますよ。ギリギリ、危ないところでしたね。危うくゾーマ前で死体になるところでした。もう他の3人死体だけどね。そしてここではレベル19まで上昇。バラモスゾンビ戦は作戦が特殊です。闇ゾーマに使う予定の刃の鎧を戦士と勇者3人に着せます。バラモスゾンビの特徴は守備力が全くないですが、とんでもない攻撃力を誇っているのでまずこちらは生き残れません。ほぼ一撃で即死です。なので圧倒的なダメージを刃の鎧で逆に利用しようというのが作戦。あと魔法使いは女神を撃ちまくるので、事前に祈りの指輪で MP を全開にしています。バラモスゾンビのステータスは以上の通り。ご覧の通り守備力、素早さは0、その代わり攻撃力が400と驚異的。そして最も厄介なのが毎ターン自然回復で50回復しています。ってことは常に攻撃し続けないと回復しちゃうってこと？そう、だからこそ刃の鎧、メラミでの総攻撃を選びました。しかも HP が3000と最も高いのがいやらしい。味方は簡単に死ぬので、もうこちらは死んだ先からどんどん。世界中の派で生き返らせ続けます。これ魔法使いスクルト覚えてるからそれで守備上げるのも手段ですが、この低レベルでは全くスクルト役に立ちません。スクルト4回くらい使っても一撃でやられます。で、そのスクルト使ってる間にどんどん一撃で殺されていくから、いつまで経っても守備力上がりません。だからスクルトするよりメラミでいち早く倒した方が良かったです。しかも判断力が0に設定されており、後列の仲間にも問う確率で殴ってくるのが怖い。歯が尽きるのが先か、倒すのが先かの勝負です。バラモスゾンビの場合毎ターン50回復しているので、他の2体より最後のとどめがかなり難しい。最後ぐずってしまうとどんどん HP 回復していって倒せなくなります。そうすると歯をどんどん消費していき勝てない事態に。もうこうやってうまく最後死にながら反射させて倒すしかありません。ようやく勝てましたね。これ想像以上にきついんですよ。で、実はここが最重要ポイント。レベル21でバイキルトを覚える確率って 50% なのよ。だからもしバイキルト覚えなかったら最初からやり直し。2分の1でやり直しとか。でも今回は運よく覚えてくれましたね。よかった。そして取れる不思議な木の実9個を全部使います。もちろん厳選はもうできません。最終的にはこんな感じ。189、193と十分な HP、MP になっています。MP は祈りの指輪で回復してます。ゾーマ直前にしてついに平均レベル 8.5 のパーティが完成しました。果たして、平均レベル 8.5 闇ゾーマ討伐の記録を樹立できるのか。次回決戦です。